なんだ？よし。攻略会議を始めましょう。どうかな。分かった。頼むな。任せなさい。それではボスの攻略に向かいましょう。
よし。そうね。アクティベートしておいたから。わかった。キリト君、下の酒場で期間限定のメニューが出てるらしいよ。見に行ってみない？なるほど、 NPC レストランにしては本格的じゃない。うん、キノコのクリームパスタだよ。一口食べてみる？それじゃあ私もキリト君の一口もらっちゃおう。キリト君のも美味しい。限定メニューと言わずずっと置いてくれないかな。どうぞ食べて。あのお二人仲いいですね。当然といえば当然ですけど、ずいぶんと、まあ見せつけてくれるわよね。見ているこっちが恥ずかしくなるわね。アスナさんとキリト君っていつもあんな感じなんですか？まああんな感じといえばあんな感じかな。へえ、まるで恋人同士みたいですね。まあ結婚してますしね。結婚？私も初めて聞いた時は衝撃を受けました。結婚ね。何？あんたもショックを受けちゃった？別にお兄ちゃんじゃなくて、キリト君がゲームの中で誰と結婚しようが私には関係ないし。おお、動揺しとる動揺しとる。パパとママは相思相愛ですよ。子供の私が保証します。パパ？ママ？子持ちなの？私いつの間にかおばさん？ほんとびっくりしちゃいますよね。やっぱりレベル差がそれほどなくて、一緒に攻略進められる相手の方が有利だったってことですよ。それを言ったら私なんて SAO にすらいなかったし。でも現実ではお兄ちゃんの病室でいつも一緒にいたんだよ。まあまあいろいろあるみたいだけど、あの二人の間に入っていくっていうのはさすがに無理があるってものよね。私たちは私たちでこうやって遠くから生温かい目で見守っててあげましょう。よくわからないけど、それが一番でしょうね。あそこに絡んでいくのはかなり疲れそう。シリカもいろんないわよね。いえ、異動あります。シリカ？
私は大いに色割りありのマシマシです。どうしたの急に。あんたバッカスジュースを飲んだわね。バッカスジュースはステータスではなく、プレイヤー本人の感覚信号を強化して一定時間運動能力を増加させるアイテムです。ただ信号強化状態がプレイヤーに疑似的な酩酊感を発生させてしまうので、正式サービスには採用されなかったはずなのですが。このシステム異常でなぜかレストランのメニューに並んじゃってるのよね。そんなことより、私たち何のために76層にいると思ってます？いや、戻れなくなったからでしょ。違います、もう全然違う。だから皆さんは甘いって言うんです。この子手がつけられないわ。受け身の姿勢でいても何も変わりません。もっと攻めなきゃダメですよ。花の命は短いんです。私行ってきます。どこ行くってのよ。キリトさんのところです。え、行っちゃった。おかえりなさい。戦果は？クリームパスタ美味しかったです。なんであんたも食べさせてもらってんのよ。そうじゃなくて、キリトをかっさらってくるぐらいのことをしに行ったんじゃないの？敵が固くて攻撃が通りません。まあだよね、キリトのやつかなり鈍いから。皆さん、私たちはこの世界に数少ない女子同士、みんな仲良くしましょう。ああ、よしよし。はいはい。なんか納得できない。パパもママもみんなもずっと仲良しでいましょう。